よし、問題なく完成したようだ。すつげはじめ、調味味噌だ。もちろん、味は保証する。そこらの店でも、これほど美味しい親子丼は食べられないはずだ。確かに美味しそうだけど、でも、ちよつとこの丼が問題ね。問題。なんでこんなフランシーなフォントで、とりたまなんて書いてあるのよ。まるで小さい子買う、プラスチック製の容器みたいでかっこ悪いわ。そんなことはない。それに、このフォントは今現在、巷でよく使われているものなんだ。そうなのか、俺は見たことないけどな。そうだろうね。主に、ラブコメ系小説や漫画のタイトルに使われているものだし。わ、ラブコメ。うん、ラブコメだ。知らないのかい。見たことはないけど、ラブコメがどういうものかは知ってるって。けど、どうしてラブコメで使われるフォントを料理に、しかも丼に使ってるんだ。顧客を集めるために結末している。何言ってるんだか、こんなことで集まるはずない、わ。いや、そんなことはない。僕も理由はわからないんだが。一部の人はこの丸っこいフォントで書かれた文字に不思議と惹かれるのさ。冗談でしょ。いや、事実だ。しかも面白いことに、それが4文字だとさらに効果が倍増するんだ。何度も言うが、理由は不明だけどね。それなら、ニュロキーの絵でも描いた方が効果あるんじゃないかしら。つらい。それは、うん、いいアイデアだね。むしろ丼だけ欲しいくらいだ。何でもいいだろう。うまい親子丼が完成したんだからさ。おっと、これは親子丼じゃない。とりたま、だ。とりたま。違う。とりたま、だ。とりたまととりたま、は微妙に違う。微妙すぎてわからないわよ。